はい、プラネティビです。今日はね、久しぶりに木曽川の上流のマカイビーチ来ました。やっぱこっちももう増水してますね。もう抹茶っちゃです。もう川のとかもう水の色がもうカフェオレの色ですね。カスタムしたんですけど、こっちでは真ん中川幅があるのか、川の流れは穏やかですね。でもやっぱりゴミは結構流れてます。一回ね、風の方も弱いんですけど、ブローで3メートル、もう0から3メートルっていう厳しいコンディションだから、今日のセッティング、カブレのコード4858リッター、いつもですね、レイチの800とリアが180で、 F1 のストライク7平米、これでね、この0から3メーターちょっと攻めてみたいです。もうすごいです。この川の色がやばいですね。もう茶色で足がすくんじゃいますね。まあでもちょっとブローが来た時に、突っ込んで乗っていきたいと思います。いや、水冷たいですね、やっぱり。っていうか色はやば。これちょっと草とか流れたらポールに引っかかってアウトっすね。これ色やばいですよ、これ。まあしょうがないですよね。まあ増水してるんで、まあこの辺はね、やっぱりそんなに堰のね、上流なんでね、河口と違って流れはそんなに強くないです。もう下はもうダメですね。もう川場も狭い、まあここより狭いんで流れがやっぱ集約するんで結構足すくわれるんですけど、まあでも風がないな。もうちょっと吹いてほしいですね。今もう0メートル、0から5メ、0.5 ぐらいですね。ちょっと2、3メーターなったら浮かしたいと思います。いやー、しかしテンション下がるな。いやー、全然ブローは来ない。さっきね、ちょっと見たチェックした時、まあ、3メートルぐらいのブローがちょっと入ったんでね、まあ、それ拾って1回ホーリングしちゃえばもう全然いけると思ったんですけど、その見た時の一瞬でしたね。もう今これ1メートルもないです。っていうか吹いてきそうにないって感じですね。吹いてくるのかな。まあ、一応予報は3、4メーターぐらい出てた、4メーターぐらい出てたんですけど、
まあ、あくまでも予報は予報なんだな。いや、一旦諦めたんですけど、ちょっともう一度ちょっとブロ来たんでね、再度行ってみたいと思います。でも 1、2 メーターだな。2カーブ 2.0、一発3メーターぐらいのブローでもね、入ればそこで飛ばしていきたいんですけどね。いや、変わんないな。水の中にいるとやっぱ変わんないな。いやー、ダメだ。はい、ね、この微風のコンディションちょっとチャレンジしましたが、見事に惨敗です。またね、これに懲りずいろいろとテストしていきたいと思います。